自衛隊ではいろいろな経験ができると思います。で、私は入隊して3年目の時に自衛隊の教育隊というところで新隊員課程の区隊長という教育をする仕事に就かせていただいたことがあったんですが、自分が自衛隊に入った時に感じたその尊敬する上司のように自衛隊のことを入ったばかりの人たちに教えられるのかという不安ですとか、これでいいのかといった試行錯誤や葛藤もあったんですけれども、無事課程を修了して、卒業式の日にはみんなで卒業を祝い合って、で学生から区隊長ありがとうございましたと、舞台にいても頑張りますというふうに言ってもらえた時には、あ、やっててよかったなと思いましたし、こう教育というのがとても大事なんだなというのを改めて実感しました。華々しい仕事ではありませんので、大きい仕事が片付いたというのもなかなかこういつもいつもそういうわけではないんですが、ただこう例えば賠償事故でも案件が終わった時ですとか、あとは相談などでも法的にこれはどうなんだろうというふうに聞かれた案件ですとか、そういったところにこう自分なりに調べて、でお答えをした結果、あ、よかった、法務幹部に聞いてよかった、ありがとうというふうに言っていただけると、とてもやってきてよかったなとやりがいを感じます。法務という仕事にありますので、専門的な立場からこう即座にこう指揮官に助言ができるような、部隊が適法に行動ができる、そういった部隊に貢献できるような法務幹部になりたいと思いますし、法務幹部としてもっと専門的な知識を身につけて部隊のために貢献したいとも思いますし、ひいてはその国民の皆様のために、自分が自衛隊に入りたいと思ったきっかけの、その災害派遣で復興支援に当たっている頼もしいと思った自衛隊の姿、自分がその時そう思ったのを裏切らないように国民の皆様のために働いていきたいと思ってます。